はい、はい、どうも、ちょぶりです。てことで、今日はですね、今週のおすすめフォーメーションすー。 やっていきたいと思いますいやついに来ましたね今週からライブアップデートが復活ということでフォーメーション講師の方も本格的に始まってくるかなと思うんですけれども今週早速ですね J リーグを中心にえ新登場フォーメーションがかなり熱いということでですね結構面白いフォーメーションが新登場してるんでよかったらね最後まで見ていていただければなと思いますということで早速今獲得できるおすすめフォーメーションいつご紹介していきましょう はい。え、てことで、まず一つ目はこちら、ロワッソ熊本から343のフォーメーションですね、ご紹介していきたいと思います。このフォーメーションは新登場ではないんですけれども、今週のロワッソ熊本方面はこちらになっておりますということで、いつも新登場フォーメーションをね、生み出してくれる熊本なわけなんですけれども、まあ、これに関しても343ということで、結構人気っていうか、まあ、ちょいちょい使っている方は見かけますよね。まあ、新登場ではないんですけれども、今結構ね、サイドからの攻撃も強いんで、このフォーメーションやはり強いんじゃないかなと思います。まあ、このフォー,メーションの 人がやっぱりこのサイドからの攻撃ですよね。このウイングに対してサイドハーフもいるということで、もう相手とサイドバックに対してもう2対1のね。数的優位を必ずで作ることができるんで、まあ、これが最大のメリットかなと思います。まあ、不安になってくるのは周面かなという風に思うんです。けれども、もまあ、3バックでも、まあ、一応ツーボランチャね。たまにね。ここう立て方になっているフォーメーションもあるんです。けれども、このフォーメーションに関してはツーボランチということで、まあ、3バックの中だったらまたね。守りやすいフォーメーションになってくるんじゃないかなと思います。個人的にはね。3バック使うならやっぱりチームスタイルとかでロンカウンターン。 してあげた方がいいいんじゃないかなかと思いますあとは、ま、あ3バックで、ま、2枚ともね、ワンチャン、ま、DMF にするのもありなんじゃないかなと思います。初期フォーメーションだとこんな感じで CMF になっているんですけれども、まあ、しっかり役割から DMF にしてあげるのは必須かなと思います。僕はね、1枚はね、絶対アンカーにしてあげた方がいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりアンカー以外だと上がっててしまうんで、そうするとね、もう完全にこの3枚だけで守るみたいな感じになってしまって、カウンターの守りがなかなか難しくなってきてしまうんで、まあ、最低でも1枚はアンカーで、1枚はね、まあ、攻撃もロも,もしてくれるみたいな、 選手を使ってあげるといいんじゃないかなと思います。まあ、基本的なサイドから攻めていくパターンがこのフォーメーションはかなり強いんじゃないかなと思います。ただ、このフォーメーションもね。ウイングのところもね。役割から st にすることもできるんで、まあ、セカンドトップにしてあげればね。こ真ん中に寄ってくれるんで、まあ、より中央から攻めたい方はね。そういった感じでフォーメーションを組んでもいいんじゃないかなと思います。まあ、基本的にでもディフェンスラインとサイ猿とね。cf に関しては、自分が使えやすい選手を使ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。特にサイドの選手はね。ドリブルする機会が非常に多いと思うんで、使用感がいいね。ネイマールとか。 伊藤選手とか飯とかね使ってあげた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、このフォーメーションイフトボーリングでもちょいちょい使っている方いますけれども結構ね。サイド攻撃強いんでよかったら試してみてください。はい、ということで、おすすめがロワストクワントから34。3のフォーメーションでした。続いて2つ目見ていきます。はい、えってことで2つ目はこちらファジアンの岡山から3142のフォーメーションですね。ご紹介していきたいと思います。こちらのフォーメーションも攻撃がかなり強いということで、まあ、新登場フォーメーションではないんですけれども結構ね。珍しいフォーメーションということでご紹介。 いいきたいと思います。こちらのフォーメーションはアジアオステニアチェーファジアの岡山から獲得することができるんですけれども結構普段皆さんが使っている4141のフォーメーションと若干似てますよねまあ中盤の形がね似てますということで普段の4141は皆さんねご存知の通りこんな感じになると思うんですけれどもこのフォーメーションに関してははいこんな感じですねまあこの4141の3バックになってその分の1枚が2トップになったっていう感じですねなんで4141よりもより高音質なフォーメーションということでいやこれは 攻撃めちゃくちゃゃくくく強いいででですすよその分、ねまあ、守備はかかなななり難しくなってくるかなととうふうに思うんですけれども、まあ、3バックで1ボランチということでこのね、中盤の下がりを頑張ってね、待って,てあげないといけないということで、リトリートの守備がね、必須になってくるんじゃないかなと思います。逆を返せば攻撃面ですね。普段41441 1トップだったのに対して、今回2トップということで、攻撃はマジでやりやすいと思います。しかもですね、この中盤の中央の2枚に関しても役割からね、OMF にすることができるということで、これ結構熱いですよね。2枚とも OMF にしてあげたら、 まこの2枚プラス、中盤の4枚ですね。この中央の2枚とサイドの2枚で攻めていくっていうイメージになるのかなと思います。なんで、守備に関してはこの3枚プラス、まあ DMF はアンカーがいいですかね。アンカー1枚で守ってあげて、あとはしっかりね、この中盤の下がりを待ってあげるっていうイメージかなと思います。まあ攻撃のやりやすさはね、普段皆さん414に使ってると思うんで、この2トップになったらかなりやりやすいと思います。ただ、守備がなかなか難しいと思うんで、守備が上手だよって方とか、あとは攻撃がなかなか難しいよって方はね、 え、このフォーメーションを活かして戦ってみるのもありなんじゃないかなと思います。まあ、人生に関しては基本的にま、DMF は安価にした方がいいかなってそこぐらいですかね。あのトップ下に関しては、どうなんですかね ?2 枚とも M にしてはいいと思いますし、まあ、1枚だけ CMF するとかね、そこはま、好みになってくるのかなと思います。まあ、中盤から上のね、構成に関しては基本的に4141の人生と変わらないんじゃないかなというふうに思うんで、まあ、普段皆さんが組んでる感じで組んでいただけるといいのかなと思います。まあ、基本的にこれサイドの裏のスペースね、かなり空いてくると思うんで、まあ、サイドはね、まあ、さっきのフォーメーション同様にしようか いい選手使ってあげた方がいいんじゃないかなと思いますね、まあ、このフォーメーションもそこまで多くは登場していないですし結構面白いと思うんでよかったらね獲得して使ってみてくださいはいというおすがファジアの岡山から3142でしたついて3つ目見ていきますはいえー、ってことで3つ目はこちら栃木 SC から352のフォーメーションですねご紹介していきたいと思いますこちらのフォーメーションがアチアオセアニア J2 栃木 SC からね獲得することができるんですけれどもこのフォーメーションね新登場ということで今週3つ目から このフォーメーションすごいですよね。さっきご紹介した3、1、4、2みたいな形のフォーメーション若干似てるんですけども、全体的に中盤がめちゃくちゃ下がっているということで、これはね、3バックでも意外と守備は硬いんじゃないかなと思います。ほぼ5バックみたいなね、もうこのサイドハーフに関してはサイドバックぐらいの位置にいると思うんで、まあ、中盤も3ボランチ見たくなってますし、これは結構俺、ね、守備硬くなってくるんじゃないかなと思います。さっきのフォーメーションの、まあ、少し守備は硬いバージョンっていう感じですかね。 これで攻守レベルとかね1個下げとか2個下げしたらめちゃくちゃ守備硬そうですよねまあこの2トップがいてこの間がねかなり間延びしてしまうと思うんでまあこの2トップにボールを当てた後のこのサポートっていうのがどうなのか気になるところであるんですけれどもまあなんでそのサポートも含めてこのねモドリッチとエイズのところに関しては CMF でいいんじゃないかなと思います一応役割的にはね CMF と DMF ができるんですけれどもまあ DMF にしてしまったらここのね中盤のサポートはかなり厳しくなってくると思うんで、まあ、アンカー1枚置いてあげてこの横2枚に関してはもちろんね OMF CMF2 にはでででできななないいいいいんで2枚で組んん枚組あげた方がいいんじゃないかなと思います、まあ、基本的にこの2トップにボールを当てて、頑張ってボールを収めて、この上がりを待って、2列目を使って攻めていくっていうイメージになるんじゃないかなと思います。ただ、守備の時はかなり硬そうですよね。3バックでしっかりね、リトリートして守ってあげたら、この中盤も下がってきて、サイドも下がってきてって感じで、かなりブロックを組んで守ると思うんで、まあ、このフォーメーション結構面白いんじゃないかなと思います。なんかもしかしたらさっきのファジアの岡山のフォーメーションよりも結構ね、変わった形してますけれど、 もうこっちの方がなんかいいんじゃないかって思うぐらい、個人的ななんか面白いフォーメーションだなって思ってるんで、ぜひ皆さんもね、試しに使ってみていただければなと思います。なんだかんだねこの間も空いてますけれども、意外とね、こうしっかり上がってきてくれると思うんで、そこまでめちゃくちゃは気にならないんじゃないかなと個人的には思ってますね。もし気になる方いたら、使ってみてください。はい、ということで、三つ目が新登場褒め、栃木 s c から三一四二でした。続いて、三つ目見ていきます。はい、え、てことで、四つ目はこちら、ペガルタ仙台から四一四一のフォーメーションですね。ご紹介していきます。 いきたいと思います。こちらのフォーメーションがアジア、オシャニア、J2 リーグ、ベカルタ、仙台から獲得できるんですけれども、いや、またまた面白いフォーメーション来ましたね。今週のトレンドはこの中盤がめちゃくちゃ下がっている新登場フォーメーションがね、出てきているっていう感じになっているんですけれども、皆さん大好き4141の中盤がとんでもなく下がっているフォーメーション来ましたね。もうこれアンカーとこのさ、もう中盤2枚がもうくっついてもう重なっちゃってますからね。これは結構面白いんじゃないかなと思います。普通の4141と比べてみますか普通の414 この位置だとはいこんなな感じになりますね結構ね、中盤の2枚が下がってる形もあると思うんですけれども、今回のフォーメーションはさらに下がってますということで、もうサイドハーフまで下がってますからね、4141で失点しまうよとかって方はね、このフォーメーション使えばより失点はね、減ってくるんじゃないかなと思います。ただこのフォーメーションも同様に中盤の上がりを待たなくちゃいけないんで、こう素早いカウンターっていうのはなかなか難しくなっていきそうですよね。しかもこの役割のところから、これね、OMF にできなくて、ディフェンシブミッドフルダーにしかできないんで、ここもし CM にしかできないってところもねまあ、より守備的なポイントっていうかね攻撃は難しくなってくるんじゃないかなと思いますただその分ね攻撃ができない分守備がめちゃくちゃ硬いですということで真ん中とかこれかなり硬そうですよね、まあ、4141ってワンボランチとはいえね結構守備硬いと思うんですけれどもチューマーこんだけ下がっていたらまあ硬くなるんじゃないかなと思います先制とかしてねコーシレベル1個下げとかしたら本当に相手これ崩すのなかなか難しそうですよねまあでも戦い方的にはね、あんまり普段と変わらないのかなって思うんでよりね縦に早いっていう かポゼッション気味でゆっくり攻めていくと個人的にはいいんじゃないかなと思ってますねまあ、普段から皆さんがね多く使ってるだろう4141の新しい形のフォーメーションということでこれは結構面白いと思うので試しに、ね、使ってみるのもワンチャンありなんじゃないかなと思ってますねよかったら使ってみてくださいはいってことで4つ目がベガルタ仙台から4141でした続いて5つ目見ていきますはいえってことでラスト5つ目はこちら徳島ヴォルティスから451のフォーメーションですねご紹介していきたいと思いますこちらのフォーメーションアジアオシャニア J2 リーグ徳島ヴォルティスから獲得 すするることができるんできんけれどもいや、またまた来ましたよ、面白いフォーメーションが。もう面白いというか、これはすごいなという感じなんですけれども、まさかの4141と次は451ですということで、もう中盤全部横並びしようかみたいな感じで、もうこれ全部もう横並びになっちゃいましたね。これはまたまた面白いなというね感じではあるんですけれども、これはどうなんですかね、まあ、さっきの4141とほぼ人生は変わらないかなと思うんですけれども、まあ、今回中盤が全部横並びになって、本当にこれ距離感もかなり近いですよね。 ま中盤かなりいい距離感で攻撃できるんじゃないかなと思います。てかこれ守備がもうめちゃくちゃ硬そうですよね。一応ね、中央はこれ役割から DMF にすることができます。なんでね、これ2枚も DMF にすることができるんですけれども、さすがに1枚 DMF で2枚 CMF でいいんじゃないかなと思います。下手したら真ん中も CMF でいいんじゃないかなってぐらいかなと思いますね。まあ、先ほどのフォーメーション同様に縦の速いサッカーっていうのはなかなか難しくなってくると思うんですよね。なんでワントップになっても基本的にこの中盤の上がりをね、待たなくちゃいけないって形になると思うんで、 まあさっき同様にうまくねこの中盤を使って丁寧にビルドアップしていくっていう形になるんじゃないかなと思います、まあ、4141と非常に似てるんですけれども451ということでこれ中盤全部横並びですからね使ってみたらどんな感じになるかめちゃくちゃ気になりますよねまあ攻撃ってよりか間違いなく守備はかなり硬いフォーメーションになってくるのかなって思うんでぜひね普段からよく知って ててしまうよとかって方はこののフォーメーメションンンを使って守備から入るのもワンチャななんじゃない、かなと思ってますねはいてことでラストが徳島ボルティスから451のフォーメーションでした。てことで今回も今週獲得できるおすすめフォーメーション3つご紹介していったんですけれどもいかがだったでしょうか今週もね、J2 リーグからかなり面白い新登場フォーメーションがね、たくさん登場しましたってことで3後から3つですね、栃木 SC とベガルタ仙台と徳島ボルティスのフォーメーション。これ結構面白いですよね。まあどれもね、かなり守備な方さのフォーメーションなんで攻撃が好きな方はなかなかね、まあ気になる いらない方もいるかなって思うんですけれどもまあこういったフォーメーションはなかなか出てこないと思うんでぜひ、ね、気になる方は獲得して保存までしていただけるといいんじゃないかなと思ってますねはいえ、ということでこんな感じで毎週フォーメーション講師の動画上げてますのでぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もぜひぜひお願いいたしますそれでは皆さんまた次回の動画で会いしましょうじゃあねー